こんにちは。お勉強チャンネルです。今日はヘテロ缶化合物についてです。暗記をするのに使ってください。構造が似たものを近づけて覚えやすくした初心者編と完全暗記に向けた混ぜこぜの上級者編を用意しましたので、自分のレベルに合わせて使ってくださいね。それではやっていきましょう。疲れ様でした。できる限り毎日寝る前に、無理なら学習した日から2週間後に復習してもらえると効率よく頭に残ると言われていますので、皆さんの生活リズムに合わせて学習してくださいね。この動画が良かったよと思えた方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。